ケアしなきゃいかんもんなので、上に行くにしては、まあ、なかなか難しいですね。開幕100機投げから行くマサゴーキに対してはマエステヘッドでテクニック見していくチャコユリアン。でももう気づいたらゴーキが体力半分ない。竜巻、ここはゴリゴリ竜巻できますね。赤ブロのリスクはあれだね、やっぱり竜巻。ああ、これは間に合わない。打ってきてオアシスピアイリス大足から、はい、これはきついね。さばききったが最後は投げ式に近づいてって投げ。さあラウンド2。さあ最近チャコヘリアンはなかなかお仕事忙しそうで、ツイートを見るとしんどそうなあのイメージが伝わってきますが、ゲームやれてるんでしょうか。百鬼投げ頭蓋、頭蓋これはあーしっかり打ってきましたが中足とちょっと怪しいところでしたね。さあしっかり1本入って確実にラウンド取り返す。まあでもワンピーガーは先行ですからね、ある程度やりたいことやっても大丈夫っちゃ大丈夫ですけどね。しかしマサゴーキ生き生き動いてる感じが見て取れますが、投げて頭蓋積極的に振っていく。DX セット相打ち、ここはそして波動とザンクで追い返すバランス、これですね。前飛びにはしっかりメツ、これはしっかりしすぎてました。最後は竜巻、素晴らしい。